1回目に対して2回目はエコーのよ。3回目で復活して4回目エコーのよ。それで全体的に絞っといて、じゃないや。で、ここはですね、大きくしたいんです、先生。どうしてかって理由言います。ここ見て。クライマックスって書いたんだけど、ここだけ、両手とも16分布でしょ。これ。ここまで。ここ弱く弾く必要ないじゃん。だからここに音楽の最高音ではないんだけど、クライマックス作っちゃうの。で、さっき言ったよ。本当はさ、やりたかったんだけど、今度な、16分布で言ったらやかましいじゃない。だから、ここの小節から下は8分布になってるの。だから。8日に言いました。下、頂点が下にあるの、これ。うわー、取り出して、ドーンって谷底に頂点があるの。音楽的な頂点。それでもう一回復活して元に戻ってきて、ダララララララまで行っちゃうよ。ここでまたもう一回テーマを出すんだけど、今度はよいしょ、よいしょ登るわけ。よりかは低いかもしれないけど、ここを最後元気はつらつで終わっていいんじゃないかなみたいなのが、例えば邦夫先生の発想ね。で、これは邦夫先生は誰にも教わったわけじゃないです。邦夫先生が発想してる、合ってるか間違ってるかは分かんないけど、誰がジャッジするんですか。こうやって弾いちゃいかんとか、そういうその人言ったことが正しいんですか。分かんないでしょ、そんなの。唯一決定権持ってるのは作曲者ですよ。バッハ様がこの世に降りてきて違うんだよって言われたらそれでおしまいですけど、その言葉がないんだから自分なりにどうやって弾いたらいいかっていうのを考えるっていうのが実はアナリーゼなんですよ。楽曲を分析して、それで分析するときによくあるのはね、何の和音使ってますとか、何調に行ってますとかね、こういう音形がありますっていうのは、そういうのが見えてるだけなのよ。だからそれをどういうふうに自分は表現するんですかってものを持たないといけないわけ。で、今ね、そういうものを考える人がね、少ないと思います。で、何かやるといけないんじゃないかとか、誰かに、偉い人にガツンって言われるともう言っちゃいけないんだってって自分でね、考えることがね、なくしちゃってる人が多いので、少なくともあなたたちは反発しろって意味じゃなくて、自分で考えて、いろんなことを言われたときに、それがどうなんだろうって自分の中でジャッジしてごらん。それでも私はこう思うって言うんだったら自分の意見を主張した方がいい。それに対してさ、なんかいろいろ言われたら、それは自分の意見との相違だから、それは甘んじて受けるけど。で、自分がそうだったな、その人に言われてることが正しいなと思ったら、その時点で変えればいいわけじゃん。それが最初からそういうことを何にもやらないで、どうしたらいいんですか、お願いしますって全部受け取るだけの人は、その人の音楽に先生魅力感じません。だから自分でこういうものでね、バッハの曲も膨大な曲あるけど、あなたたちがバッハの作品全部やるはずないんだから、こうやって一曲やって、で、邦夫先生の伴奏って日本の人たちほとんど知らないんだから、世の中ってそんな問題、ものすごくいいものがあってもそれに接することができる人とか目にすることができる人って本当限られてるんだから、もしそれに接したらさ、必ずやれるだけのことやってよっていうのをちょっと言っておきたいと思います。分かった？じゃあもう一回頭から通すときに、邦夫先生一旦先生の作った伴奏一生懸命やるから、あなたたちは弾ける人は両手、弾けない人は片手でいいので、バッハインベンション思った通り弾いてください。ワン、ツー、ドー、ゾー。
いいと思うよ。